んにちは。今日は武蔵横手に来ています。ここから林道を登って五条の滝に行こうと思います。五条の滝から北向地蔵を経由して鎌北湖へ行きたいと思います。なんか武蔵横手の駅ですごい行列して何かの受付をやってたみたいで、あれは何なのかな、ハイキング大会かなんかやってるのかもしれないですね。はい、すごい面白い形の木があります。五条の滝までは沢沿いの整備された林道を進んでいくので、すごく歩きやすくて気持ちがいいです。では右に行くと五条の滝、なんか最近祠とかが整備されて、見学料を払えば五条の滝を見学できるみたいです。五条の滝を過ぎて林道から近道の登山道に入りました。沢沿いを登っていくのですごく雰囲気がいいけど、足元にちっちゃい砂利とか岩が多いし、こんな感じで崩落してるところも結構あるので、ちょっと注意しながら登っていこうと思います。お、結構すごい崩落、崩落というか、水のこれ流れ込みの跡。はい、ここ北向地蔵近道、自転車バイクは禁止ですね。歩行者はいいみたい。
向き地蔵に着きました。浜北湖方面に降りる道なんですが、林道から第一駐車場の方に向かう登山道を使いたい場合は、林道を直進して、この先で横に入っていかないとダメなんですが、ここが意外と分かりにくいんですよね。結構ここが日陰でまだちょっと湿ってて、結構急なところもあるので気をつけておりましょう。
プロ魅力と出没注意。平成31年4月7日ごろ目撃情報あり、朝9時30分。鎌北湖にやってきました。この見てください、紅葉すごい、すごい紅葉。何色これ。いやー、ここだけすごいよ。いやー、来てよかったな。鎌北湖って言うんですけど、今水抜いてて水が全然ないんですよね。ここも黄色くなってるな。いやー、鎌北湖紅葉はこれからですね。はい、今回のハイキングですが、武蔵横手から五条の滝すごく良かったです。林道を、林道がとてもよく整備されていて、気持ちよく歩けました。鎌北湖は今水抜き中で、鎌北湖の底が見えてます。湖に映るもみじとかがこれからの時期綺麗なんですけれども、また水がない湖というのもなかなか面白いので、興味がある方はご覧になられるといいと思います。紅葉はまだちょっと早かったんですが、すごく気持ちのいい山歩きができました。この奥武蔵の紅葉はこれからなんで、素敵な山歩きができると思います。またお願いします。